はい、よろしくお願いします。大量圏の桐沢です。今日は、シアノベースとアノテーションという題目で、ちょっとタイトルちゃんと詰めてなかったんですけど、お話しさせていただきます。一応、自己紹介、中村研で、統合微生物プロジェクトの特任研究員をして、森さんと今、メインの仕事はマイクロブ DB.jp ポータル開発サイトの開発がメインでやってるんですが、シアノベースの、更新運用も、今やってます。あと、この次に、山本さんに、一緒に開発してる、アノテーション支援ツール、統合アノテータの開発も、一緒にしていたり、先ほどお話しあった DBJ のバリデータの開発、児玉さんと、進めていたり、今日はちょっと RDF のは、言わないようにします。はい。シアノベースですが、もう、昨年20周年で、21年前に、シネコシス SPPCC6803 という、シアノバクテリアが、カサ DNA 研究所で決まって、こちらが割と、シアノバクテリアの、モデル、モデルの生物として、これまで利用されてています。で、まあ、ずっと、拡張が続けられて、昨年、20周年にあたって、376生物種に拡張して、まあ、サーバー、これまで自分の足元のサーバーで動いてたんですけど、クラウド環境に移行したり、というようなことが最近、進捗してます。で、これちょっと、先月、統合の日のシンポジウムのライトニングトークで、の、資料なんですが、シアノベース結構国内外のシアノバクテリア研究所に使っていただいて、いろんな、要望をいただいて、まあ、大規模な、ゲノム、シアノバクテリアのゲノム解析をしたりとか、データベースのアノテーションを使いたりとか、で、先ほど中村さんの方からあった、リファレンスゲノムを更新したい、再アノテーションというプロジェクトをちょっと紹介しますが、なんでしょう、権力と、調整力が働いて、まあ、要望という形で書かれているんですが、実際にはそういった、動きで、リファレンスのゲノム更新がありました。で、まず、その、再アノテーションプロジェクトにあたって、複数の実験研究者の、ゲノムアノテーションに慣れてない方に、どういう、方法で、どういうデータを、アノテーションしてもらうかっていうのを、まあ、Google Docs の方に、プロジェクトの説明から、どういう、入力項目、を、記述して、どういうアノテーションをしてほしいかっていう、まあ、ガイドラインを説明して、まあ、良い例、悪い例っていうような、資料を作成して、やってもらいました。実際には、11名のシアノバクテリア実験研究者の方に、まあ、主に自分の研究対象およびそれに関連した遺伝子の、機能アノテーションを実施してもらいました。で、遺伝子産物名と遺伝子名、あと、文献情報と、まあ、コメントをつけたかったら、ノートという形で、で、最後に一応、まあ、GO のエビデンスコードをアサインするのに、習って、エビデンスコードの選択もしてもらって、データを集積しました。で、まあ、その結果としては、まあ、6803の全遺伝子3725遺伝子中、まあ、約30%の、1000個ちょっとの、アノテーションが実際に再アノテーションされて、で、まあ、機能未知な遺伝子が、まあ、半分以下にちょっと減ったっていう形なんですが、実際にはピューダティブ・プローバブルで、機能推定されたような注釈もまだまだあって、まあ、そいつらは、含めるとまだ、半分以上、機能が特定されてない、されてないっていうような遺伝子が半分以上ある。ただ、まあ、実際今回、自分が、パブリッシュした論文等、を積極的につけていただいたせいか、新しい文献が、まあ、695個の、文献が、遺伝子に対して、アノテーションされたという状況です。で、もう一つ、こちら、NBRP プロジェクトの方で、
ニースコレクションのシアノバクテリアゲノムの情報、ゲノム情報整備っていうプロジェクトで、で実際には、現状公開しているのが31株なんですが、豊橋、科学技術大の方で、配列アセンブリーを行って、環境圏の方でメタデータを、記述してもらったものを、受け取って、先ほど、谷澤さんから、紹介ありました DFIRST を使って、さらに、リファレンスをシアノベースの、リファレンスを整備して、データセットシアノバクテリアに特化した、辞書を参照して DFIRST を実行して、で当番のデータ、この後山本さんに紹介してもらいます。まあ、機能アノテーションを支援するツールを使って、まあ、きれい、遺伝産物名を、クレンジングして、DDBJ にパイあの登録するというフローが、を実施しました。実際、アノテーションに関わる部分を赤く示したんですが、基本的には外の人にアノテーションしてもらって、自分は実際には DDBJ 登録するときに修正依頼が来た、の遺伝子機能アノテーションの、リプレイスというか、を、アノテーションとして、まあ、ほとんど外に、出すことによってかなり、一晩ぐらいでここまで持っていけるという状況になりました。で、まあ、ちょっと当番のデータ後で、紹介するんですが、これ API 機能、PSB、例えばクエリ PSBA2 っていう、クエリを投げると、まあ、フォトシステム2プロテイン D1 っていうような、アノテーションに適切な名前を返してくれる、API で、これはシアノバクテリア用の辞書を使っているので、こういったボキャブラリーが返ってくるっていうような、こういったことを使って、遺伝産物名を DDBJ 登録に向けて、ちょリファイメントするっていうようなことに使っていました。で実際には、これらニースコレクションの、シアノバクテリア主に、ヘテロシストっていう、窒素固定のを有する、細胞を分化するものに特化した、シアノバクテリアを中心に、公開することができました。でちょっと、振り返りますと、今回DFIRST の API を、まあ、谷澤さんが開発して、かなりいろんな要望を伝えて、全部パラメータをばらしたりとかっていうことで、API を実行することで格段に、DDBJ 登録フォーマットを作るまで、省力化されました。ただ、しかしDDBJ の査定のチェックを受けたときに実際には今回、376のシアノバクテリアのリファレンスを、辞書に組み込んでしまったので、汚いゲノムアノテーションも、辞書に含まれてしまってたという状況で、最終的には、ユニークな、9150の、遺伝産物名を統合アノテータに全部実行して、全部、チェックして、修正するっていう、マニュアル作業を今回することになってしまったので、でちょっと気づいから僕も認識が最近、真面目にシアノバクテリアルゲノムを見ていなかったのですが、登録されている、アノテーションの質が格段に落ちているっていう状況を、痛感しました。まあ、ただ、今回のマニュアルアノテーションの作業は DFIRST のリファレンスの更新や統合アノテータの辞書の更新で、まあ次回からは、同じことはせずに回避できるだろうと。で、あともう一つ、今回6803の再アノテーションなんですけど、まあ、オーソログループ全般にアノテーションを伝播するとかっていうところがまだちょっと足りてないので、この辺が課題かなというふうに考えています。で、まあ、ちょっと一例として、なんでこんなものかっていう、ゲノムシーケンシングデータコンティグ C、283っていう、まあ、これユニプロットの、アノテーションなんでプロテイン名物なんですけど、元は、エンブルの、プロダクトから、トランスファーされてきたものなので、同じです、こういった、名前のものが、遺伝さプロテインネームで、流通、まあ、真核の方では割とあったのかもしれないですけど、バクテリアでもかなり、汚いアノテーションが、公開されているという状況になっています。あと、なんか
DFIRST のプロセスの中でシミラートゥーを除くとかっていうプロセスがあるんですけど、どうもプロダクト名が P79997 っていう、アノテーションがついたものが、なんだこれはと思って追っかけていったら、シミラートゥー、こういった、どうですかね、ファスタのヘッダーを取り出してシミラートゥーにしたものがくっついていて、で、それを、DFIRST の処理系とかでこう覗いてた結果、ここだけが残ってたっていうような、ものもありました。まあ、だからこういったものを、一旦、データベースを追っかけていって、正しい産物名拾ってっていう、作業を、今回も、避けることはできなかったんですが、まあ、次は、やらなくて済むだろうというふうに考えています。で、ちょっとこれ、再アノテーションプロジェクトの時に、実際には LCBI のプロテンネーミングガイドラインの、ホームページに書かれている、19項目のを、シアノバクテリア研究者の人にどういうネーミングを、するべきかっていうのを、伝えるための指標となるため、ちょっと、DDBJ のガイドラインっていうのは、厳密にはなくて、増島さんに先ほどウィキを紹介してもらったんですが、そういったもの必要ですよねっていうのは昔から議論してるんですが、一応、まあ、エビデンスとしては NCBI のガイドラインの CDS のネーミング、こういう、19項目あって、それらに従ってマニュアルで記載してもらってるんですが、次紹介してもらう、統合のデータでは、まあ、これらの、一部に関しては何らかの方法で、ガイドラインに寄せて、優先順位の高いものを、上に上げるっていうような処理とか、機械的に、スペルを、アメリカ表記に、置換するとかっていうような処理を加えてます。ただ、さらに、オーソログのグループ情報だとか、極材とかドメイン、遺伝シンボルとか、タンパク質ファミリーを、の、正しいファミリー名っていうものを、がないと、こいつらをさらに機械的に寄せるっていうことが、まだまだ難しいので、ちょっとこの辺が課題として上がっています。で、ちょっと最後に、マイクロデビポータルの視点で、今の、僕が作業したものを、ポータルサイトでは機械的に、配列をポストして、配列メタデータをポストして、で、DDBJ のバイオサンプルに相当するサンプルメタデータをポストすると、マイクロ DB 上で、比較解析ができるっていうツールを開発していて、これまだ開発中なので、来年の4月オープン予定してるんですが、実際にはこの辺ユーザーに入力してもらうにあたって、受け取った後汚いデータがの、残り続けるっていう状況を避けるためには、やっぱり入力時にバリデーションをする必要があると。で、こちら、バイオサンプルに関しては、児玉さんと開発しているバイオサンプルのバリデータがあるので、うまくこの辺連携できればいいかなと。で、また、機能構造アノテーションに関しては DFIRST があるので、もう最初からきれいな、結果が返ってくるんですが、トラットの配列のメタデータに関しては、変なものが入ってくると防ぎようがないっていう課題を抱えてます。なので、ここのバリデータっていうのが割と必要なんだと感じてるんですが、なかなか、どうしたものかなっていうのは、ちょっと今回ご相談できればと思ってます。で、なんとなくちょっと提案というか、最後に統合微生物 DB からにの視点で、DDBJ にデータを送るにあたって、まあ、ちょっと児玉さんとかには個別に相談したりとかはしてるんですが、まず、DDBJ、サンプルパッケージ用の、なんかマイクロブ DB 用、統合微生物用のパッケージはあるといいかなと。一つは、比較解析してもらうメタデータが入っていないと、比較解析できないという状況になるので、ただ、GSC とか DDBJ のジェネリックな、オーガニズムしか入ってないみたいな状況だと、その比較ができないっていう。なので、ユーザーにはこの辺の入力をもと、えーと、が、えーと、求めたいっていうのがあるのと、あと、トラットとバイオサンプルのメタデータの入力っていうのは、ほとんど、被ってるところも多いので、
この辺の冗長性を回避するのになんかうまく、独自のパッケージをで、ここに記述されているものはバイオサンプルと DFIRST の、ゲノムアノテーションまで全部回せるっていうようなメリットが、出ると思います。なので、こういったものの実現の可能性についてちょっと議論できればなと思っています。あと先ほど、お話ししたように、トラットのバリデータがないと汚いデータを防ぎようがないので、この辺についてもちょっと議論できればと。あと最後、今回、シアノバクテリアの場合には、2階に行って、SCP をするディレクトリを作ってもらってっていう、個別対応をしたり、実験研究者の人とは、ドロップボックスを使ってデータ共有するっていう、まあ、顔が知ってるのでうまく連携できるんですが、マイクロブ DB のユーザーから DDBJ に送るにあたって、まあ、ユーザー認証連携みたいなことが必要になってくるので、この辺、ずっと言い続けてるんですが、はい、うまく、データベース間サービス間の、連携について、お話しできればなというふうに考えています。あと、まあ、ちょっと簡単に紹介ですが、マイクロブ DB のところで、生物種を入れると正しいタックス ID を取得するっていう機能が、必要なんですが、それにあたって今まあ、スパークリストというDBSS の片山さんが作ったツールを使って、生物種名を入れるとバリッドなタックス ID が、キャンディデートを返すというような API を、作ります。まあ、ちょっとこれも生物種のアノテーションという視点で一つのツールの紹介になるかなと思って最後に紹介させていただきます。以上です。